は？俺がジャパンキックボクシングを解雇？ああ、そうだ。ちょっと待ってください。なんで？とぼけるな、お前は。ゆでちゃんはなんで村田を好きになったの？え？ゆでちゃん顔が赤くなってる。さすがゆで卵。ゆでたこと勘違いしてねえか。あ、それじゃあ村田に何されたい？その…あれだな。あれですね。というか、むしろ俺と。ゆでちゃん、放送禁止にならないようにね。その、私がしたいのは、あれです。今回は最強喧嘩師との呼び名が高い村田翔一さんについてお伝えします。村田さんの名前が一躍脚光を浴びたのはブレイキングダウン10です。おいレオ、お前親父狩りして警察の厄介になったらしいな。あ？だからなんやねん。俺がボッコボコにして更生させてやるからかかってこいよ。上等やんけ、やってみや。しかしオーディション参加者の雄之助さんに横槍を入れられ、その後絶戦が始まりました。俺は親父最強なんだよ。だから俺がレオとやるっての。は？ハゲは黙ってろ。ハゲてねえよ。てか地球上でお前だけには言われたくねえセリフだからな。俺がハゲるって言ってんのか？鏡見てこいよ。お前の頭がライトに照らされて黒光りしてるから。お前こそ鏡見ろ。ハゲてるのはお前だっての。このハゲ論争により村田さんは注目を浴びることになりますが、しょうもない口論を見て次のように感じた方も多数いたそうです。不毛な争いだな。ただ本戦では目下3連勝中。 11.5 では極真空手で世界王者にも輝いた経験もある実力者の西島恭平さんも下しています。ウィナー、よっしゃ勝った。くそ。そして元ライジンガールのゆでたまごさんと交際しているのではないかとも噂されています。ゆでちゃん、村田のどこを好きになったの？次からは村田さんの経歴と一緒にゆでたまごさんとの関係にも触れていきたいと思います。村田さんの異名は前述の通り最強喧嘩師ですが、バックボーンは喧嘩ではなくキックボクシングで、キャリアは18年にも及ぶという大ベテランです。ただ表立った成績があるかといえばそのようなことはないため、おそらくキックボクサーとしてはトップクラスの実力を有していなかったのではないかと思います。ほら、ふん。また村田さんはキックボクサー、最強喧嘩師の他にもう一つの顔があると噂されています。よし、今日も頑張りますか。それは神奈川県大和市に存在する村田工業の社長としての顔です。ああ、おはよう。今日も頑張ってくれよ。はい、頑張ります。その会社は主にスプリンクラー配管を施工する会社以外、詳細は不明ですが、2016年に地元の掲示板で社員を募集していたこともあり、その会社を起こしたのもそのくらいの時期ではないかと思います。このようにキックボクサーと社長の二足のわらじを履いていた村田さんの目に留まったのがブレイキングダウンでした。なんか最近人気あるみたいだな。でも純粋なファイターとして強い弱いとかあまり関係ない気がする。俺でもできそうだし、それにもし知名度が上がったら村田工業の宣伝にもなるんじゃ。実際村田さんのコスチュームには村田工業の名前が載っています。こうして8のオーディションに参加した村田さんですが、そのことにより人生が大きく変わってしまうこととなりました。村田、ブレイキングダウンのオーディションに参加しやがって何しとるんだ。ダメなんですか？普通に考えたらわかるだろう。お前はジャパンキックボクシング協会の人間なんだ。それなのに他団体の試合に出場しようとして俺らをバカにしてるのか？そんなつもりじゃ。俺はただ有名になりたかったんです。この協会にいたら有名にはなれない、そう言いたいんだな。うう、事実ですけど、そうじゃありません。どっちだよ。とにかく、お前はこの教会にいなくていい。は？それはどういう？解雇ってことだ。明日からはフリーになるし、どこで試合してもいいから。そんな薄情な。こうしてプロとして活動ができなくなり、さらにはブレイキングダウン本戦にも出場ができず、まさに踏んだり蹴ったり状態になってしまったみたいです。やらかしてるよな俺。でももう後戻りはできないし、
多分このままだとずっと日の目を見ることはなかったと思う。とにかく試合に出続けて知名度を上げないと。それ以降ブレイキングダウンをご覧になっている方ならその名を聞いたことがあるかもしれませんが、喧嘩バトルロワイヤルと裏喧嘩バトルロワイヤルに参戦し両方で勝利を収めています。うわうわ、このような功績が功を奏し、ブレイキングダウンの参戦が決定することになった村田さんですが、トレードマークの一つであるサングラスはドンキホーテで調達したものみたいです。喧嘩自慢ならサングラスだろう。あと割とシャイだからこれをつけておいたら視線が気になることはないし。そしてブレイキングダウンに参戦以降連勝を重ねているのは前述の通りですが、天で対決したのはレオさんではなくシェンロンさんでした。お前ハゲ散らかしとるから俺とやれ。あ？髪は関係ねえだろうが。おい俺は。ちなみになぜシェンロンさんが横槍を入れたのか詳細は不明ですが、9.5 でレオさんと対戦したことが関係しているのではと囁かれています。スパーリング見たけどレオはこのハゲには勝てん。俺くらいやないと相手にならんわ。ちなみにシェンロンさんは確かにレオさんに勝利しましたが、延長まで試合はもつれるなど力の差はそれほどないと言われています。そして対戦前の会見では両者バチバチの様相を呈していました。こんな足の親指みたいな頭しとるやつには負けんわ。あ？試合でボコボコにしてやるよ。試合でも同じようにバチバチにやり合う展開になると予想されていましたが、両者の力の差はあまりに大きかったようです。う、ぐー、10秒で負けってお前いくらなんでも弱すぎだろ。その試合後村田さんは次戦の希望を表明しました。次は小田裕也とやりたいです。おい小田、逃げねえで俺とやれよ。ただこの発言後舞台裏で事件が起こってしまったようです。おい村田、この控室に入ってくんじゃねえよ。てか俺を名指ししてんじゃねえ。あ？なんだてめえは。それに試合で軽い蹴りから入るなよ。ペチペチうるせえっつーの。は？ペチじゃなくてドカンだろ。ペチだよペチ。お前のハゲ頭を叩いた時の音がすんだよ。村田さんの頭を叩いたらどのような音がするのかを口述します。ふざけやがって、11で絶対にボコボコにしてやっからな。上等だよ、絶対に逃げんじゃねえぞ。このような経緯もあり11では村田さんと小田さんの対戦が期待されていました。このように徐々に知名度を上げつつある村田さんでしたが、2023年末炎上騒動を仕掛けたことがあります。井上尚弥が2階級で4団体制覇か、すげえな。ん？よし、このニュースを使って SNS に投稿して。井上尚弥強いね。まあ喧嘩なら勝てるけど。この投稿は明らかに炎上狙いでしたが、村田さんの思惑とは裏腹に炎上する価値もないといった様子で冷ややかな意見が大半を占めたようです。ジョリーをパクってるだけじゃねえか、怪我ねえくせによ。こんなおっさんにはなりたくねえよな、頭髪を含めて。ハゲ。この反応に対して村田さんがどう思っているのかは不明ですが、穴があったら入りたい気分になったかもしれません。大して注目されてないし。てか俺あえてのスキンヘッドなんだけど。ただ実力は認められていたためか、11も継続参戦が決定。前日の小田さんとの対戦が期待されていましたが、結局実現しませんでした。僕から推薦したい子がいます。リョータって名前で11年前のアウトサイダーで対戦しましたけど、僕が負けたんです。とにかく打撃センス抜群ですよ。ガイ君の推薦ってことは相当なレベルじゃないっすか。僕もリョータ選手のことを知ってますけど、そうっすね。小田選手と村田選手、今からスパーリングできます？え？勝った方がリョータ選手とやってもらおうかと。俺は大丈夫です、誰とでもやります。僕はできません、実は怪我してて。それで怪我ない人と戦うのはちょっと。滑ってるじゃねえか。それじゃあ亮太選手と村田選手対戦決定で。このことに関して村田さんのあまりの強さに小田さんが逃げたとネットでは言われていますが、本当に怪我をしていたことを補足しておきます。はあ、本戦で村田さんと戦う流れになると思ってたんだけどな。怪我の影響で全然調整できないし、この状態で村田さんレベルと戦うのはちょっと。
そして本戦では海さん一押しの亮太さんを避け、視聴者は村田さんが相当な実力者だと認識するようになっていきました。よっしゃ。その結果 11.5 で前日の西島恭平さんと対戦が決定しました。そして試合前、瓜田純史さんがバンダム級王者の井原亮太郎さんとブレイキングガールのさやかさんとゆでたまごさんとのコラボ動画を配信した際、ゆでたまごさんと村田さんの熱愛が噂されるようになったのです。2人は 11.5 でブレイキングガール卒業なんだっけ？そうなんです。この1年でブレイキングダウン愛がめちゃくちゃ高まりましたし、正直寂しいです。私もです。そっか、残念だな。亮太郎はブレイキングガールの中で誰が一番可愛いとかってあったりする？正直全員お綺麗なんで皆さんに声をかけたんですよ。そしたらものの見事に振られちゃって。誰でもいいって感じならそれ振られるだろう。あ、でもゆでちゃんにはアプローチしてません。ゆでちゃん、もしよかったら僕と。ごめんなさい。うぐ。ああそうだ、ゆでちゃんは選手の中で誰が好きなの？村田さんですかね。え、そうなの？でもハゲてるよ。いや、それは別に。ハゲに負けた。どういった経緯で村田のことを好きになったの？それは顔真っ赤だよ。そんなことは。ビジュアル的に男性ホルモンが溢れまくってるから。ちなみに薄毛は男性ホルモンと深い関係にあると言われているので、瓜田さんはそういった意味での発言だったのかもしれません。それに引き換え亮太郎は中性的だもんな。ハゲればいいんですかね。でもゆでちゃんずっとゆでだこ状態だし、こりゃ本気だな。じゃあさ、村田と二人っきりになったとしたらさ、ぶっちゃけ何されたい？え？瓜田さん？際どい質問ですね。ああ、そういう意味じゃなくて、例えば優しくされたいとか、一緒にご飯食べたいとか、そんな感じだから。あれですかね。あれってピーが入るやつじゃなくて、焼肉食べたいです。なんだ、いろんな意味でホッとしてよ。でもなんで？いっぱい食べそうだし、一緒にいて盛り上がるかなって。へえ、それって村田を誘ってる？いやいや、そんなことありません。村田、てめえ勘違いすんなよ。ゆでちゃん、焼肉なら俺と一緒に。絶対に嫌です。ぐぬぬ。でもこれで DM とか来たら面白いですね。来たら SNS とかで晒してやって、みんな村田をバカにするから。小学生みたいな。でもゆでちゃんの好みって珍しいよな。普段なら飯田くんや萩原くんだと思うけど。顔だけで言ったら力とかもですかね。彼らを差し置いて村田がまくってきたからね。あいつはオグリキャップみてえだな。まくり場最強はデュランダルですけど。あ、それなら村田さんが勝った時の勝利者賞、私だったらゆでちゃんに代わってあげます。え、もういいって別に。でも村田は別にアクションを起こさねえんじゃねえかな。ああ見えてシャイだし、そもそもあいつ結婚してるしな。そのようなことから村田さんとゆでたまごさんの熱愛はすぐに断ち切りになり、村田さんが勝利してもゆでたまごさんとのことは一切話題になりませんでした。ただその代わり、勝利者インタビューでの村田さんの発言が注目されることになりました。おい井上、次は俺とやれよ。ああ、考えてやるよ。ただ実際にやるとは言っていなかったせいか、12では結局井原さんとの対戦が実現せず。それだけではなく、ヨーディさんに頭のことで盛大にいじられてしまいました。うらぁ、あいた。てめえいきなり何しやがる。へえ、いい音出すじゃねえか。人間目魚として生きていけよ、この黒光りゴールデンボール野郎が。黒なのか金なのかはっきりしろ。この音に味を占めたのか、リキさんと村田さんが揉めている際、ヨーディさんはまたしても村田さんを強襲しました。このハゲ、グエー。この音が響き渡ると自然と会場内が笑いに包まれました。ははは、面白い。このようにもはやいじられキャラが定着しつつある村田さんではありますが、やはり実力自体は相当高く、あの朝倉未来さんとある程度本気のスパークリングができるほどです。やるじゃん、もっと来いよ。ほら。そしてもはや恒例となりそうな頭叩きも、実はそれほど怒っていなかったみたいです。へえ、経営もできるんだ。いろいろ大変じゃない？
そうですね、社員をまとめるのはいろいろ大変で。その証拠にミクルさんと対談した際、ミクルファミリーの山川翔太さんに頭を軽く叩かれましたが、笑って済ませました。まとめる紙なんかねえだろ。ヨーディが来てるの？この動画を見たファンからは、村田さんの優しさが感じられたと好印象だったみたいです。そして12では実力者の吉木丸さんとの対戦が決定していることもあり、試合に向けての準備を入念にしている最中だと思います。ふん、果たしてこのまま勝利を続けてバンダム級のベルトを奪取できるのか、それとも道半ばで終わるのか。愛されキャラながらも実力者の村田さんを今後も応援していきたいと思います。いい年した大人がハゲで笑うって、小中学生じゃねえんだから。ただ村田さんとしては美味しいのではないでしょうか。少なくともブレイキングダウン内においては立派なアイデンティティとなってますし。だな、実績はあるし性格も良さそうだし、これから頑張っていってほしいと思うぜ。あとゆで卵とは 11.5 が終わってから何もない感じか。 SNS 見る限りはそんな感じだと思います。まあもともとその場のノリみたいなものですし、特に進展することもないかと。成立したらまさに美女と野獣の不倫カップルで面白かったと思うんですけどね。不倫の時点で面白くねえだろう。でもブレイキングダウンの中じゃ実力者っていうところが魅力的に映っているだろうし、これからも試合で人を引きつけることができるように頑張ってほしいもんだぜ。